オルンガルビークはアイスランド北西西部フィヨルドに位置するタウンかつ基礎自治体である。主要産業は漁業である。小さな村であるが歴史は古く約1000年前には集落があったとみられている。基本的に漁村である。村内には自然史研究所があり、不設の自然史博物館ではイーサフィヨルズル地域の豊かな生物多様性を知ることができる。また、 村を見下ろす HLL と呼ばれる場所に1908年に建てられた鉄製の屋根の境界があり、さらに村の湾の東端にある出入り自由の漁業博物館では住居やボートが再現されており、かつての素朴な漁業の営みを知ることができる。その近くには1937年に建てられたオーシャラビーティという灯台がある。 ランドナーマーボークには、西暦940年頃の魔法使いの兄弟の話がある。この兄弟は何かの意見の食い違いから、お互いを呪い合い、妹は兄を一枚岩に変え、鳥の糞尿まみれになるようにした。兄は妹を永久に、強風の吹きすさぶちに立ち続けなければならないようにした。兄はその日の夜のうちに海に沈み、二人の呪いも海に消えた。 妹であったとされる岩は、1936年に約半分が崩れ落ちた。ありがとうございます。